はい、お疲れ様です時刻はですね夜中2時でございます、はい、こんな感じでもうワンツーマンですよで僕はもうちょっと眠すぎて風呂入ってきました 僕も待っててもしょうがないんで、その、まあちょっと仕事というか溜まってたやつをやってます。で、YouTube の1日のアップロード数が限界どこまでなのかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。結構これね、まあ潮山さんに聞いても、まあ20本ぐらいですねっていう話で、まあ、他の人に聞いてもまあ15本から20本じゃないですかっていう話聞いてたんですけど、今僕20本連続でアップしてるんですよ。20本。 でこれまあ、今、ボリューム35なんですけど、広島に行った時の映像が溜まってたんですね。で、それを今、バカバカアップしてるんですけど、今、20本ぐらいアップしてます。で、これ、全部アップしたら70本ぐらいなんですよ。今、調べると。だから、1日40本、50本アップしたらどうなんだみたいなね。1日50本アップロードしたらどうなるのか。 うん、いやでもね、たまってる動画をこうアップするとかね、たまってる記事を書き続けると別にありじゃないですか、うん、まあそれがスパムとして認定されるのかみたいなね、うんまあ、実際にこれ実際に広島行ったときに撮影したやつですから別にそのスパムでも何でもないわけですよもう実際にガチで撮影したやつですから iPhone で。うん まあその一日何本アップロードできるのかっていうのを試してみたいと思いますとこれも検証結果で言えますよね例えば50本までアップロードしたことがある人と50本一日50本アップロードしたことがない人で50本アップロードした結果どうなったのかと言えますよね今日ちょっともう広島の全部アップします広島の広島シリーズ全部アップしてありますよね今日まだあとだいぶかかると思うので